楽天は昨日から首位ソフトバンクとの3連戦が始まりました。先発の早川投手がソフトバンク打線につかまり大敗です。チームトップタイの7勝を挙げている早川投手、1回一塁三塁のピンチで迎えるバッターはパリーグホームラントップの山川選手。打球はレフトスタンドへ、先制スリーランを浴びてしまいます。3回、早川投手は再び山川選手との対戦を迎えます。ストレートで空振り三振に打ち取ると、この後は回をまたいで奪三振ショー。4者連続三振を奪い、中盤はソフトバンク打線をしっかりと抑えます。ところが7回、栗原選手にツーランホームランを許しリードを広げられます。早川投手は7回途中6失点、強力打線を抑えきれず首位ソフトバンクに大敗です。